日本キリスト教団新潟協会は日本キリスト教団に所属する日本組合協会系の教会である。1874年5月に T.A. パーム夫妻がスコットランドより来日する。パームは長岡藩市須山明から日本語を学ぶ。1875年1月に生まれて間もない娘と夫人が亡くなる。 この悲劇をきっかけに伝道が最も困難と言われていた新潟に伝道することを決めた。1875年4月にパームは成功会の司祭ジョン・バイパーと共に新潟に行く。パームは港町に診療所を開設し、8年半に渡り医療活動と選挙活動を行った。迫害で選挙を断念した押川正義が通訳として加わり選挙を開始する。 1876年、吉田亀太郎ら5人が洗礼を受けたことで、新潟公開が始まる。1877年により、佐渡、亀田、水原、く塚、か、中城、柴田、沼水、長岡などの一円に伝道が開始される。パンアム、押川、吉田らは、特に、新潟、中城、村上など13箇所を定期的に巡回し、伝道を続ける。 その結果、100人前後の信徒が誕生した。1881年に会員73人をもって、教会を組織した。このように、パームを中心とした信徒の集団を、パームバンドとも言う。1883年パームが帰国すると、パームの要請により、アメリカンボードの宣教師が伝道を引き継ぎ、OH 牛リックが新潟に派遣される。翌1884年、 ギューリックは大阪のタクサンホラにパーム病院に入院しながら選挙に当たってほしいと要請し、沢山が7月から9月まで新潟の選挙を短期間手伝う。1886年にタクサンはナルセニゾウを新潟に派遣する。この年にアメリカンボードにより日本組合キリスト教会が設立されるとアメリカンボード系のナルセニゾウ派とパーム。 押川系の大和田清春派に分裂して、組合協会の第一新潟キリスト協会と、改革長老系の東中通り協会になる。1889年、長老系信徒と改修派系信徒による、協会内紛争が発生しているところに、日本組合キリスト協会の伝道委員会より、堀定一が牧師として派遣される。 堀定一は紛争の原因が神の力によらず人間の知恵によって計画を立てていることにあると突き止めた。堀は毎朝裏山の松林の墓地に行って石碑の上に打ち伏して祈った。一週間後に教会内で祈祷会を開けという神のお胸を感じて有志で連夜の祈祷会を始めた。その祈祷会に参加する者が増えてリバイバルが起こる。五十名が洗礼を受けた。 1891年には、後の世界的伝道者、木村清松が洗礼を受ける。1913年に、長田時幸が第11代牧師として赴任する。長田は在任中に、聖、友女学校を設立する。1922年長田のが病気のために辞任して、東京に転居する。1941年、日本組合協会の所属として、 日本キリスト教団に参入する。戦後も、日本キリスト教団の教会として、新潟市中央区栄書通り二番町にある。マモルブ部71から74ページ。笠西秋夫、佐野康と、重吉樹教著たくさんほら日本キリスト教団出版局、150から152ページ。教会はナルセが赴任し、教会が分裂した1886年を創立としている。 高野勝夫、キリスト教逸話令和集神戸キリスト教書店153ページ、日本キリスト教歴史大辞典、P256、クリスチャン情報ブック2006、337ページ。ありがとうございます。